ダイハツミラダイハツミラジーノミラジーノはダイハツ工業が販売していたクラシック風軽自動車である。4代目ミラに設定されていたミラクラシックの後継として5代目ミラに追加グレードとして登場した。2代目も設定され2代目ミラジーノはミラより独立した車種となった。本校では初代の 1000cc モデルであるミラジーノ1000も合わせて記述する。生産終了。 以後在庫対応分のみの販売となる。ミラジーノ1000初代の上位グレードにして、リッターカー、及び小型自動車バージョンに当たる。ボディは、初代ジーノから、エンジンは、ストーリアと同じ 1000cc12 バルブ DOHC、EJV e 型64馬力を使用している。具体的には輸出仕様のクオレの外装をジーノに、改め、K のジーノに対し前後バンパーのオーバーライダーに、 ガードと前後フェンダーアーチ部にメッキモールが装着されただけであり、内装自体はジーノと全く同じ静神や静音性を向上させるまでには至らず、乗り心地は車内外の競合車種と比べてかなり古典的なものを感じるものとなってしまった。しかも性格やコンセプトが中途半端であり 1000cc のパワーのことを考慮すると、税金、高速道路通行量、車検費用では、 軽自動車のターボ車の方が安上がりになってしまうこともありほとんど売れなかった。2004年11月の2代目ジーノの登場に伴い生産、販売終了。総販売台数は1292台。なお、販売開始から販売終了までの販売期間は2年3ヶ月であり、同社製の小型乗用車としては最も短命な車種となった。ありがとうございます。